セルゲイ・レオニドビチ・ドレンスキーは、ソビエト連邦出身のピアノ奏者。1931年、モスクワ生まれ。1940から1950年、中央音楽学校で、グリゴリー・ニンズブルクについて学び、モスクワ音楽院に進んで1955年に卒業する。さらに音楽院研究科に進み、1957年に卒業する。 1957年からモスクワ音楽院で教え始め、1979年より同音楽院教授。1994年から1997年まで同音楽院のピアノ特別化を統括した。1988年にソ連当局より人民芸術家の称号を贈られている。2015年11月、朝日小獣賞受賞。ピアノの名教師として知られ、 弟子には、ニコライ・ルガンスキー、デニス・マツウェイフ、スタニスラフ・ブーニン、清塚ニア等がいる。mpravda.com、https、r ぷり d a .com、マープロフェッサー・モスコフスッコイ・コンサーベトリー、セルゲイ・ドーレンスキー、2020年2月27日、閲覧。ピープル、スーザイ・ロシア・日本大使館、スタニスラフ・ブーニンは優勝した。 ショパンコンクールの NHK 特別番組の中でインタビューほか登場している。ありがとうございます。